の技がある。間違いあるまい。暗黒の深淵にたゆたう邪悪の神、いてつく黒き闇をまといて、光の紋章を携えし勇者、老朱戦記終わりの歌か。戦記いわく、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサー王率いるヴァンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。うん、このような事態の中、勇者と同じ技を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、どんなに不穏、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界なるほどの、勇者がいる限り平和は約束される。老殿も人が悪い。先ほど語った老朱戦記始まりの歌、老朱戦記の第一章、生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒。それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も、光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音。言葉が過ぎますよ、クレイムラン王。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。なんということ。わしには聞こえるのじゃよ。まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。一理あるな。出るかだろう。緩やかに、だが確実に。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねば、たとえそれが伝説の勇者であってもな。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。息子が生を授かる直前、命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように光り輝くあざをその手に携えたこの子が生まれたのです。この子は孫うことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として命の大樹が与えてくだ
と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずやや よくぞ言ったアーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら即刻勇者を引き取るところだったぞ。勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。ちと意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。我が国は勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁には出る。勇者にはいち早く我々を導く力をつく。ベルカダール王、ミラさん、一件落着ですな。あ、まあ、では結論は出たようだな。わ、全ては命の。さあこれで四大国会議はしまいだ。勇者、はい、ベルカダール王、ありがとうございます。それでは皆さん、長々とありがとうございました。あ、アオミス、あ、どうした。皆様、お逃げください。魔物が。皆さん、大変です。多くの魔物がこち、どこだ。よし、数が多いな。しかし悪しき、ここは私とローが引き受けた。そなたはその子を連れてエレノワと共に城の外に逃げろ。デルカダロー、しかし、案ずるな。この程度の魔物に深く劣るほど、デルカダール私怖かった。よくぞご無事でいてくれました。今は話している時間はない。この子を連れここから。君たちのことは私が絶対に守る。たとえ何が。
ここから外に。感じる、感じるぞ、勇者。どんなに姿を隠しても、その忌まいも。私の家族には。魔物が次から次へと。この城はもう奴らに囲まれている。正面か、倉庫にある地下通路へ向かおう。確かこの棚の後。さあ、エレノア、マルティナ、魔物に気づかれ。よし、ここから外に出られるはずだ。ここは私が食い止める。君たちは早くここから逃げるんだ。あなた、でも…さあ、早く行け。忌まわしい魔物どもめ、ここは絶対に通さん。息子は渡さん。これで全部。マルティナ、ここにもいないのか。マルティナ、この声はデルカダル王。
ってるかだろう。おのれ、お前は一体何者だ。出るかだろう。お前はアーウィンではないか。皆は。出るかだろう。よくぞ。幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻。そうか。では逃げ延びた者のもとに。出るかだろう。何を。勇者の血筋などここで途絶えるがいい。デルカダール王。デルカダール王。おう、よくぞご無事で。到着が遅れ申し。アーウィン様。デルカ。アーウィンが突然私に襲いかかってきたのだ。だから仕方なく。そして我が娘マルティナもユグノ。なんと、ユグノは王家ともあろう方が。おそらく勇者の誕生が。この城の城を襲った魔物たちの狙いは勇者を手に入れること。そのために勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者がいなけ、勇者は世界を救う希望の子などではない。災いを呼ぶ悪魔の子だ。ロトゼタシアの平和を脅かす勇者を野放しにするわけにはいかん。出るかだろう。止めなくては。エレノは我が息子よ。我が名はバクーモス。国は滅び、愛する家族とは死に別れ。この男の絶望、こんな絶望にはそうありつけはしない。だからこの男の絶望は一度食べたら忘れられぬ。そろそろ違う味も試したかったところだ。さあ感じるがいい。ここはお前の心の中にある。もっと勇者の力を奪われ、お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまう。聞こえますか？あなたの中にある聖なる光は、決してその光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を。
闇を滅ぼすことができるのは勇者である。なんだか、全ての元凶か。さあこいつを通して。くそ、あまい。本気で行くぞ。
悪魔を呪い。ドルモア。無茶は禁物じゃ。おはよう。やるじゃないの。さあ進もう。よし、いい感じ。ここは一体その眼差し、その目に宿る優しさ、我が息子なのか。そうか、私を絶信じられない。あなたを苦しめていた呪縛は私たちの息子が解き放ってくれた。そうだな、エレノ。私のか、あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。さようなら。これで本当にお別れじゃな。おお、勇者の紋章が光り輝い。さあ行こう、真の勇者よ。